中年オタッキーです。今日は本当はねこのニコン EM で、撮影した、コダック WX のね、フィルムね、の解説をしていこうと思ったんですが、写真のデータがうまく送れてなくてね、動画を作ることができませんそんなわけでね、今日はちょっと予定をまたまた変更して、富岡工学のね、会社がどんな会社だったのかという、まあ、ざっくりとした話をね、やっていこうと思います。富岡工学ね、まあ、カメラ、レンズのね、マニアの方ならね、一度は聞いたことがある名前だと思いますし、僕の動画をね、頻繁にチェックしている方はもう何度も聞いたことがある名前だと思いますが、それではここで始めていこうと思います。はい、富岡工学といえばね、古くから数々の名レンズ、名玉を生み出したね、レンズメーカーであります。現在でいうところのタムロンとかシグマとかに相当するものがあるんでしょうけどもね、当時はね、そこまでね、はっきりとした、サードパーティーレンズメーカーとしての立場は築けない、時代が違ったっていう話ですけどね。でね、青梅市にあったんですね、東京都の青梅市にあったんですけどもね、創業者がね、富岡正成氏ということですね。富岡正成氏は1888年にね、神奈川県多摩郡富岡村で、名士であった富岡小野三郎さんと六井子さんの次男として誕生しました。で、没はね、1968年、昭和43年、私が生まれた年ですね、に亡くなっておりますね。東京物理学校、現在の東京理科大学に進学し、大正2年に卒業。卒業後は陸軍砲兵所、正規製造所工学工場に勤務した後、大正6年に除隊、日本工学工業、まあ、現在のニコンですね、に入社、しまして、大正13年には大森区雪ヶ谷に創立された富岡工学機械製作所と、荏原区小川町に創立された富岡工学研究所に社長として迎えられたと。正成さんが起こしたんじゃなくて、起こされた会社の社長に富岡さんが就任したという形でね、書いてありますね。昭和7年に富岡工学機械製作所で高級レンズの設計製造に成功してからは、陸軍、海軍に納入する光学兵器の製造が次第に増えていったこともあり、昭和18年には神奈川県大船に工場を拡張した。量産体制を行うようになったが、戦況が悪化したため昭和19年、それまで二十歳であった霞村新町植木街、に工場の大部分を疎開。現在の、青梅市新町3丁目72番地だそうです。広大な敷地内に、工場7棟、中央に3棟、それぞれ両側に2棟建てられたと。中央に3棟、両側に2棟建てられた工場が建てられたそうです。社長夫人は小木曽村の出身であったため、おそぎ村か、おそぎ農業協同組合の所有で使用されていなかった織物工場や染色工場を借りて工場の一部を疎開させ、潜水艦の潜望鏡や零式艦上戦闘機の照準器などで使用する各種のレンズを製造。昭和20年5月、雪ヶ谷にあった工場は空襲を受けて全焼。同年8月終戦になったため、会社は特別経理会社に指定され、解体整理された。昭和24年5月、富岡正成は、おそぎ村にて資本金20万円、従業員15名で、各種カメラのレンズを製造する、富岡工学機械製造所を再出発させた。当時、おそぎ村はもちろんのこと、周辺の村々でも就業先がほとんどなかったため、創業再開はとても喜ばれた。創業は順調に発展したため、昭和27年従業員は200名近くに達し、中学校を卒業して
で、入社した従業員の初任給は、時給12円であったということですね、当時。昭和27年の話です。時給12円か。近くには社宅も建設された。結構大きな会社になったんですね。昭和、35年、日本映画機械が成立。映画機械、株式会社が成立し、取引先であったため、富岡工学も傘下に入った。戦後の経済復興、そして高度経済成長の流れによって会社は順調に拡張。昭和43年2月には社名を富岡工学株式会社と変更した。この年の6月に、創業者の富岡正成氏は81歳で他界されたということですね。富岡工学が成長をさらに進め、昭和49年には従業員600名のを抱えるまでになり、年間販売額は約30億円に達した。しかしながら直前の昭和48年末に発生したオイルショックの影響によって経営が急激に悪化したため、その後全体で約200名が退職を余儀なくされ、生産現場は大混乱をきたした。この頃から企業間の合併や株の持ち合いが活発になり、昭和58年、富岡工学の親会社であるヤシカが、京セラグループに吸収合併された。8年後の平成3年、社名が京セラオプテックに変更された。で、京セラオプテックは2018年に、京セラに合併吸収され消滅。富岡工学はここで消滅したということになるんですけどね。このね、この青梅市のね、資料なんですけどもね、青梅市文化財ニュースっていうね、平成29年10月15日にこれ、書かれておりますのを読み上げたんですけどもね、富岡正成氏はね、戦前に、ドイツを訪問して、カールツアイス社のね、技術とかを学んできたというね、話をね、ちらっと聞いたことがあるんですけども、この青梅市の資料にはそれは書いてなかったですね。でね、最初はね、その、ニコンに入社して、ある程度のノウハウを得た後に、富岡工学を、まあ、先導する社長となって、まあ、戦争のね、射爆照準器とかをね、作っていったんですね。そこで技術を蓄積させて、昭和20年、24年にカメラメーカーの、レンズを、まあ、委託する、委託を受ける会社になるということですね。で、自分とこうで、カメラは作ってないみたいで、富岡のそのレンズだけを供給するという形になってるんですけども、これ一眼レフカメラがね、その普及する現代に果たしてね、富岡工学がね、存在したらね、まあ、シグマとかね、タムロンとかのね、そのレンズメーカーと、同じような道をたどってね、結構生き残ったんじゃないかと思うんですけど、生まれた時代がまあ悪かったのかなと。時代がその、一眼レフカメラ及びレンズ交換式のレンジファインダーカメラっていうのは本当に高嶺の花で、固定式のね、まあこういう、まあこれはペトリセブンですけど、富岡のレンズではないですけど、こういうカメラにね、使われるレンズをその委託製造するメーカーだった、色が濃かったということですね。で、ヤシカの傘下に入って、ヤシカのね、カメラは大半がね、富岡のレンズになっていくんですね。このヤシカダイアリー今ありますけど、これもなんかね、富岡のレンズという噂なんですけどね、これは1978年ぐらいに出た、カメラになっていくのかな。ヤシカレンズ 38mmF2.8 というレンズを搭載していますし、私頻繁にね、出しておりますヤシカハーフ17とかヤシカエレクトロシリーズとか、あの辺もね、富岡のレンズになっていきますね。で、先日ね、入手した、このこれはね、オートタクマ 55mmF2 なんですけどね、これもどうやら富岡が製造しているということで、確証はないんですが、ブログでね、ちょっと見たんですけどもね、レンズのね、分解清掃修理とかを、やっ
ているね、業者さんに言わせると、これはもう確実に富岡のレンズであると。トミノン 55mmF2 っていうレンズがあるんですけども、それとほぼ構造が同じと。まあ、内部構造でね、大体ね、レンズメーカーは分かってしまうそうで、これはもう間違いなく富岡が製造しているレンズだよっていうことをね、記載されておりました。でね、まあ、レンズメーカーとして、まあ、カメラメーカーから委託されて作るというパターンがほとんどだった富岡光学なんですけども、徐々にね、そのお月のね、そのレンズメーカーの色を濃くしていくんですね。最終的にはね、その京セラオプトになりますけど、リコーのレンズとかもまあ最後まで製造していてはみたいです。一番最後は多分、オートフォーカスのね、京セラ AF のレンズ、あれが一番最後のカメラ用のレンズになっていくんじゃないかな。コンパクトデジタルカメのレンズとかも設計していった可能性はありますけども、ここはもうね、定かではないということになりますね。で、富岡のレンズね、いろんなレンズがあって全部紹介することはまあ不可能なんですけどね。僕が持ってるレンズはこのオート、タクマ 55mmF2 とか、まあ XR リケノン 50mmF2 とかね、まあ富岡のレンズを搭載したコンパクトカメラとかレンジファインダーカメラはまあたくさん持ってるんですけども、いずれもね、写りが秀逸なんですね。もうどれを撮っても素晴らしい写り。3枚玉だろうが、4枚玉だろうが、5枚玉だろうが、6枚玉だろうが、関係なしに全部良い写りをするんですね。意外とね、知られてないのが、そのヤシカのね、二眼レフカメラとかもね、その、富岡のレンズで製造、富岡が、作っていたりもしますし、リコーのね、その、リコーのオートハーフですね。今ちょっと出てこないけど、積んでるんだけど、もう富岡が製造、リコーが設計して富岡が製造したとか、そういうレンズもまああるみたいなんですけどね。でね、現在ね、その富岡のレンズ、もう欲しくてたまらないということで、中古を漁っているというパターンの人が多分多いとは思うんですが、木下工学研究所っていう会社がね、富岡のね、元スタッフの、方がやっている会社のようでね、そこがね、富岡のレンズをね、継承して今でも作り続けています。結構いろんなラインアップがあるみたいなんですけどね、一番有名なのはまあ 55mmF1.2 キスターっていうレンズだったかな、55mmF1.2 で、ヤシカコンタックスマウントの MF レンズを製造しているようです。ちなみに 55mmF1.2 のレンズは定価が135,000円ということなんですけど、Amazon で購入すると10万円ちょっとぐらいで購入することができます。まあ、富岡のね、レンズをね、まだ新品で買えると、いうことで10万円はまあ安いのかなと。55mmF1.2 となるとね、まあキャノンで言うたら EF50mmF1.2 とか、まあニコンにも当然ありますけどね、その辺の値段を考えていくと、まあ安いんじゃないかなっていう気もしますが、まあ L レンズ、キャノンの L レンズとかそのニコンのね、1.2 のレンズと、描写がどんなのか比較はまあしようがないんですけどもね、お金に余裕がある方が、いらっしゃいましたら、ぜひ購入、していただければと思います。現代にも生きる富岡のレンズということでね、木下工学研究所、これを絶やしてしまったらもう完全に富岡の息の根が途絶えてしまうということね。新しくレンズを設計する技術とかもしかしたらないのかもしれませんが、富岡のね、昔の、レンズを復刻して販売しているようです。はい、今日の動画はね、ちょっと簡単なんですけど、こんな感じになっていきます。はい、富岡のレンズね、もうたくさんあってね、何がマニア心を引き、くすぐるかって言ったらね、富岡って書いてあるのと書いてないのがあるんですね。まあ、富岡って書いてあったらね、もう明らかに富岡ってわかるんですけど、このオートタクマのね、55mmF2 みたいにね、もうこれ朝日工学としか書いてないんですね。でも富岡なのかもしれないという、結構そういうレンズがたくさんあってマニア心をくすぐるんですね。これ富岡かなと。撮ってみて、あ、この写りはもしかしたら富岡かもとかね、もう、その富岡オタクみたいな方もね、たくさんいらっしゃるようでね、非常に面白いことになっていきますが、今回はね、そのちょっと貴重なね、資料をね、発見しましたんでね、動画にしていきました。はい、ここからはね、いつもの作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー。今日の作品投稿はヒデさんの、トップバッターですね。中年おたきさん、こんばんは。いつも大変楽しく拝見させていただいてます。今回は2枚投稿させていただきます。撮影が難しい天候が続いていたので、写真データを整理していました。撮影データはわかる限り記載します。カメラ、ニコン D3000 か D90。レンズ1枚目は AF ズームニコール ED7300F4 から 5.6。2枚目は分かりませんでしたということですね。作品名は2枚とも一休みでお願いします。先日の動画ではアジサイは苦手とおっしゃっていたので、1枚目はデジタルですが、あえて投稿してみます。確かにそうですね、ということですね。時期は2010年7月でした。よろしくです。ということで、1枚目から。これね、1枚目。構図もね、完璧。光も完璧ですね。これ、タイトル画面行きましょうかね。ピントの合唱面もドンピシャだと思います。で、2枚目なんですけど、2枚目の方はね、構図をもう一工夫っていう感じか、ですかね。構図というよりはね、この蝶々ですか、これ、蝶々のね、止まってる位置をもうちょっといい位置に来るまで待つっていう手もあったでしょうが、まあ、これでもいいっちゃいいのかな、真上からっていうのもね、いいと言えばいいんですが、まあ、光はそこそこって感じですね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、時神さんの投稿ですね。時神です。コロナの中お疲れ様です。さて、先日安いプラカメを入手、撮影しましたら思いのほかうまく撮影できましたので、視聴者コーナーに3枚投稿します。タイトルは、一枚玉レンズの風景。カメラ、トイカメラのコダックフィルムカメラ M35。一枚玉 31mm F10 のフォーカスフリープラスチックフィルムです。プラスチックレンズです。ごめんなさい。フィルムは例の変なパッケージで宇宙の片隅 ISO400 です。なお使ったカメラを撮影した画像を4枚目に上げておきますということですね。レンズは映るんですとほぼ同じでしょうか。さすがに不鮮明です。でも甲子園球場の周辺の雰囲気が映ってるかなということで作品なんですけどね。まあ1枚玉のプラレンズにしては十分な映りではないでしょうか。ただほんのりね、露出アンダーかな。まあこれはね、その固定露出、固定シャッタースピードでしょうがないですけどね。2枚目はね、結構派手にフレアが上の方に出ておりますが、やはり強い光には弱そうですね。3枚目はね、そうですが、3枚目は結構露出アンダーに映っておりますね。これはもうしょうがないところですかね。粒子が激しく出ております。まあ映るんですの、フィルムが交換できるバージョンみたいな感じのね、コダックの、この M35 ですか。僕もちょっとね、入手してみたいとは思いますが、まだ見たことがありません。はい、トキカミさん、ありがとうございます。次はね、ジョタさんから2枚ですね。おたっきーさん、こんにちは。世間は夏休みシーズンですね。人流もまたすごいことになりそうですが、どうぞ体にお気をつけください。さて、作品投稿です。モノクロデビューしたので、35mm とブロニーと1枚ずつ。1枚目はローライ35LED で美術館の建物を撮影。拡大しても格子状の壁がよく改造されてあったり、撮り終わった後にさすがだと思いました。僕にはこれで十分です。2枚目はゼンザブロニカ ETR で川越のカフェの前の自転車を撮影。中盤はやっぱ楽しいですね。モノクロは色情報がない分、明暗と構図勝負で難しいですが、カラーとは違った被写体の探し方ができて楽しいですね。また投稿させてくださいということで、作品なんですけど、1枚目はね、ローライ35 LED ということで、光はね、そんなにないんですけどもね、やっぱ改造してますね。まあ、ローライといえばテッサーなんですけど、このモデルはね、トリオタということで、3枚玉になるんでしょうけどね、非常にいい改造になっています。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、中盤カメラということでね、被写界深度が浅いんで、自転車の前輪あたりの方にピントがあって、氷の方はもうぼやけております。これが結構ね、スナップ写真には難しくて、スナップ写真でね、どっちかっつうとね、ベタっとね、ピントが合ってる写真の方が僕は好きなんですけどもね、これが、ちょっとでもね、近いとやっぱり中盤カメラはレンズが長いんで、被写界深度が浅くなってしまうんでね、ピンボケの部分が出てくるということなんですけどね。まあこれはこれでいいんでしょうけどね、もっとボケを活かした、写真の撮り方をする方が中盤は伸びるかもしれません。はい、ジョタさん、ありがとうございます。
次は一郎さんですね。おたきさん、お疲れ様です。作品トークお願いします。お題は実る頃です。カメラは3個1でリピアした、オリンパスペン E2 フィルムは富士カラー400ですってことですけどね。作品なんですけど、光はまあないんですけどね、今回注目してるのはね、これ400で撮ってるんですね。ハーフを400で撮ってるんですけど、やはり拡大表示するとね、粒子がバリバリに出てくるんですけども、まあ L プリントだったらこれで十分な画質なのかなと思いますね。プリント限定で使用するのであれば400でも大丈夫なような気がしてきました。まあ多少は流浄感出ますけどね、どうしてもね。はい、これね、まあ3個1したねペン E2 ということで見事に撮影できておりますね。おめでとうございます、一郎さん、ありがとうございます。今日はここまで、あ、もう次までですね。次はね、カロさんから初投稿ですね。作品投稿のコーナーに投稿します。中年オタキさん、こんばんは。いつも動画を楽しく拝見しております。1枚だけですが、タイトルは川です。そのままですいません。今後もお体にお気をつけて動画投稿ください。CO カメラ、ペンタックス MX、 レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.4、 フィルムコダックカラープラス200ということですね。で、写真なんですけどもね、光はこれたっぷりある感じなんですけどもね、これ川のところがはっきりわからない。これ川あんま流れてないんです。あんまり流れてないんだな、これね。カラープラス200ということでね、まあ色は若干暖かい系統の色になりますが、うん、もうちょっと違うところを狙ってもよかったかな、これね。もっと開けた場所が良かったかもしんないですね。ちょっと難しい。川の流れがあればね、もっと表現できたんでしょうけどね。はい、カロさん、投稿ありがとうございます。また次も投稿してくださいね。今日の作品投稿のコーナーはここまで。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日も2名紹介しますね。トップバッターはケンちゃんさんですね。俺のカメラに投稿です。ニコン F3 ハイアイポイントです。ズームニコール3570F3.3 から4年がついてます。隣の F601 はシャッターが降りないと勘違いして慌ててポチった1台ですってことですね。よろしくお願いしますってことなんですけど、ハイアイポイントにズームニコールの3570、これ結構ね、僕も使ったことありますけど、そこそこにいい発色、リバーサルでね使ってみたんですけど、結構いい発色します。F601 の方ですが、これフードが、これ市販品の変わったフードがついてますね。これで効果あるのかなと思ったりもしますが、どうなんでしょうね。はい、ケンちゃんさん、投稿ありがとうございます。次がね、ポンポコさんから久々の投稿になりますね。オタッキーさんは、こんばんは。俺のカメラに投稿します。ジャンクセットに含まれていたペトリ V3 なのですが、昭和43年のプレイボーイ誌にペトリ V6 の広告を発見したので一緒に撮ってみました。3名様をジェット機でヨーロッパへご招待なんて書いてあるのが面白いですね。今なら料金船旅の方が豪華ですけど、ということなんですけどね。これね、よくこんな雑誌持ってましたね。ペトリ V6 って2万5000円で買えたのか。2万5000円で買えたけど、ケースが2400円、高えな。これね、ペトリのね、これ、な、外交式の露出器がドーンと乗っかっておりますが、これなんかデカすぎて扱いにくくなるんじゃないかなと思いますけど、これね、セピア調にね、撮ってあってね、非常に雰囲気が、ある写真になっております。こちらをね、写真、俺のカメラのコーナーのタイトル画面にさせていただきますね。ちょっと縦、そのスクエアに近い構図でタイトル画面うまく編集できるかどうかわかりませんけど、やってみようと思います。はい、投稿ありがとうございました。この次はね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。やったやっちまったのコーナー、今日はね、ガメラさんの、いや、カメラはやった
気持ちはやっちまったに投稿ですということですね。先日オタッキーさんの動画でキャノン EF を見て欲しくなり、ヤフオクで動作未確認品を落札しました。カメラはシャッターほか機関良好で、電池を入れると低速もシャッター露出系も問題ない。やったーでした。珍しいね、 EF でちゃんと動くのって。しかしながらまたカメラを増やしてしまい、心の中ではやっちまったという思いです。罪なオタッキーさんですよ。ということなんですけどね。いやいや、これね、感動品だったらね、高く売れますよ。もうそこかいって感じなんですけどね。 EF の感動品はね、相当珍しいんで、マジで高く売れると思います。レンズがこれついてるニュー FD の 50mm1.4 ですね。あ、まあニュー FD をつけてもそこそこ似合いますね。僕も使ってみようかな、ニュー FD で。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。で、来週こそはね、ニコン EM でね、コダック WX、まあ、映画用のね、フィルムなんですけど、それをパトローネに詰めてね、なんだっけ、フィルム屋さんの名前が忘れちゃったけど、腕売ってるということなんですけどもね、現在ではね、その、トライ X の味が、ちょっと変わってきてるので、WX の方がいいっていう人がいるみたいなんですけど、果たしてどんな感じに仕上がってくるのかということで、まあ、またお楽しみにということになっていきますね。はい、今日の動画はここまでです。ちょっとね、走り終わっててか、まだちょっと走んなきゃいけないんですけど、結構ね、疲れました、今日は。なぜかというとね、もう一般車がめちゃくちゃ出てるんですよ。これ連休前に撮影してるんですけど、ものすごい数の乗用車が走ってます。今ね、デルタ株が広がってるんで、あんまり動いてほしくないんですけどね。今までの中では多分ね、一番乗用車たくさん走ってました。で、結構ね、幅寄せされたりマナーの悪いドライバーが多くて、荷物も動いてしまってね、今はーって感じなんですよ。荷物直さなきゃいけないやと思って、まあ破損はしてないんでね、ちょっと直すだけでいいんですけどね、本当にね、もう勘弁してほしいと思います。そんなわけでね、ちょっと感染拡大ね、今後お気をつけください。この数日はね、ちょっと様子見でしばらく外に出ない方がいいかもしれません。相当たくさんの方が動いておりますので、確実に感染広がると思いますので、特にワクチン接種がまだの方はご注意くださいね。今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いしますね。コメント結構頑張ってね、返していってると思いますが、完全には追いついてないですけど。まあ、コメント何か感じることがありましたらぜひお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひ今すぐ高評価お願いします。チャンネル登録の方ね、かなりねペースは鈍化しておりますがね、じりじり増えていっておりますんで、5000名目指してね頑張っていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さようなら。